え、もう始まってますよね。始まってますか？うわお邪魔します。まあ、こんな感じなんだ。今日は水色の浴衣にしてもらいました。じゃん。サッシーみなみと一番絞り、もう見て見られてるってことですよね。いやちょっと早く来て、みなみさん早く来てください。ごめんなさい、耐えられない、早く来てください。来た。みなみさん待ってました。これね、いきなり始まったね。そう、さっきまでバタバタと説明受けてたのに、いや急に大人が全員黙るという。そうだね。でも本当に素敵な場所で、ね、緑がいっぱいでいいね。こんな場所が割と近くにあるんです ね。癒されます。いや今もう配信されてコメントしてくださってる方もいるってことですよね。あ、そうなの。もう始まってる。もうしっかり始まってます。あら、前回リモートだったじゃない。はい、やっと対面だ ね。でもアクリル板が欲しいあります。寂しい、まあね、こういうご時世ですからあれですけど、うん、でもサッシーちゃんと対面するのは何気にすごく久しぶり。確かに前回も本当に会えなかったですもんね。どのぐらいだろう、半年ぶりぐらい。もしかしたらそうかもしれないです、うん、ね、お久しぶりですね。お久しぶりです。嬉しいです。改めてやっと乾杯できます ね。 そうだね。前回なんだかんだでやっぱ寂しかったですよね、うん、確かに画面越し乾杯だったからね、うん、今回はアクリル板越し乾杯で、はい、ちょっとずつ距離を詰めていきましょう。ちょっとずつね。そうですね。なんか夏らしいことした？連休じゃない今で。そうですね、4連休中ですもんね、うんうん、でも今年は特番とかで浴衣もそういえば着てないし。確かに浴衣自体初めてです。私も今年初めて。2回目だった。なんで一瞬合わせようとしたんですか。いや忘れてたけど雑誌で着たなと思って。あ、じゃあ2回目ですね。そうだね。私はもうそんな機会も全然なかったので。だってアイドル時代めちゃくちゃ着たでしょ。そうですね、考えてみればアイドル卒業してからは初めてなのかな、こんなに。嘘。夏、はい、浴衣を全然着てなかったです。昔はなんか生写真とかでみたいな。よく見た、よく見た。やってたんですけど、うん、本当にこんなに着なくなるんですね。そうだね、うん、もうさ全然夏らしいこともまだできてないから、私何にこういうシチュエーションを楽しんでる。あ、そうですね、うん、ありがたいですね。こうやって夏っぽいことできて嬉しいですね。これ生放送でしょ。あ、もうコメント来てますよ。来てる。あ、そうだよ。なんか私たち今なんかもらってない？こういうの。あ、もうやっちゃって見ていいですか？もうこういうのコメント見たくなってきちゃった。いいですか？見ましょう。見ましょう。せっかくだからもう乾杯前にちょっと見ちゃいましょう。え、これどうやってやるの？大丈夫ですか？ツイッターとペリスコープで見てて、私がペリスコープのコメントを見てます。で、私はハッシュタグを見てます。はい。ちょっとね。機械音痴すぎてね、こういうのが全然わからなくて。やってないですもんね。あの大丈夫ですか？後で教えてもらいます。どう、来てます？コメント。コメント来てます。素敵です、うん、っていうみんな。あ、でもやっぱりね、生配信だからそっちの方がもしかしたら進みが早いかも。本当に。どこさん多分そこのライブ配信を押してください。ライブ配信押す。画像今画像押す、うん、あ、それで、はい、下ね、あの下に下にコメントが多分ね出てくると思いますよ。コメントで今出てないってことだね。じゃ あ、 じゃあ、うん、みなみさんが機械音痴なので一回やめといてタイトルコールしましょう。タイトルコールしよう。はい、はい、じゃあ行きます。はい、せーの。みんなでおいしい一番搾りの会。番組っぽい、ね、この配信は夏とビールといえばこれというものを視聴者の皆さんと一緒に楽しみながら思う存分一番搾りの夏を感じてもらおうという1時間の生配信です、うんうん。まあ、前回ね2人でオンライン飲み会をしたところ、まあ、反響があったということで浴衣でやっちゃおうかっていうことで急遽決まりました。生配信です。嬉しいです。今年はねいろいろあったので、うん、あんまりこう夏にビールを飲める機会なかったじゃないですか。そうね、お外とかね、みんなでワイワイっていう感じが最近ないからね、うん、なのでその分その機会を作っちゃおうという意味合いもあるそうなんです、うん、そうですね。でも生配信ということは前回も結構私踏み込んで
彼氏いるのとかって聞いたじゃない、ね、なんかそういうの気をつけようと思ってるお願いしますよ。私も使われると思って使われないと思ってたから、うん、いやもうそう呼べる人はいないですねって言ったら皆さんやっぱり結構ニュースになってましたよ。そうだね、はい、南さんが厳しい鋭い質問をっていうニュース何件か見ました、うん、そうそう、サッシーちゃんのかわし方がね、それ本当はどういう意味なのみたいな、ね、そのあたりちょっと今日詳しく聞きますか、生配信でもう何も言いませんですね、一番絞りのツイッターアカウントをフォローしていただきまして、ハッシュタグこれね、サッシーみなみと一番絞りをつけて投稿してください。ちなみに配信中に3000件に達したら1名様に一番絞り1年分と、おさっき撮ったやつ ね、 あ、撮りましたね、こちらじゃじゃん、サイン入りの、後からサインしますね、うんうん、写真チェキをプレゼントいたします。はい、これ後ろが緑なのになんでこんな真っ暗になっちゃうんだろうねなんかあとでもう一回撮ってさ、上手に撮ってもう一回真夏にやろうか、ね、花火やってる最中に、ね、花火やってる最中みたいだねキャンペーンの詳細は一番絞りのツイッター投稿をご覧ください、うん、すごい、ハッシュタグをつけないと私たちコメントを見ることができないので、そうそう、忘れずにハッシュタグ、ね、早速ねたくさん書いてますよ。はい、あ、やっぱり今ちょうど見てます、始まった、浴衣姿見た目に爽やかで素敵、涼やかか、たくさん見てますよ。これにツイートお願いします。はい、ハッシュタグをつけてください。南さんもそろそろ見れるようになると思います。後で教えてもらおう。はい、ですね、早速ここでですね皆さんにお題を出します、はい、夏とビールといえばこれということで、後ほど線香花火を行います、うん、いいね、その時にですね南さんに言わせたいセリフ、言われたいセリフ募集したいと思います。お題はですね、田中みな実さんと花火デート中にあなたが恋人だったらなんて言ってほしいです。なんでしょうか、なんだろう、どんなのが来るのかな、ね、みんなのそのコメント力が楽しみですよ ね、 そうだね、ちょっと面白いやつお願いします。とびきり私が滑ってると思われないやつお願いします信頼して、はい、信じてます皆さんのこと。放送作家の皆さんもお待ちしています本職の皆さんもお願いしますでもこのお題以外も大丈夫なので、ね、自由にコメントしてください。その中から拾っていきたいと思います。サッシーちゃんに言ってもらいたいセリフもね、もちろん募集してますので、お願いします。大胆なこと言っちゃいます言ったね南さんにお願いします、はい、じゃあ乾杯する。はい、しましょう。まだまだ、ね、飲んでなかった。アクリル板越しですけれども寂しい。もうほら冷えたビールが待ってますよ。汗をかいて、この汗かいてるビールが久しぶりで嬉しい、ね、皆さん一番絞り用意できてますか。お願いしますね。あ、スクショタイムとかってあるんでしょ。そうだ、スクショタイムしないとね。なんか何します、スクショタイムって何なんだい南さんね、ネットのこと知らなさすぎるスクショタイムって何のこうやって乾杯をしてるところとかを皆さんにスクリーンショットしてもらって画像を撮ってもらいましょうってことです。あ、そう、じゃあちょっと半目の時を狙わないでください。そうですね、はい、どう、ここのぐらい、もうちょっと近づけるか、こうか、今だよ、お願いしますいいんじゃないでしょうか。1枚ぐらいいいのがあるはず半目の場合はアップしないでくださいアップしないでくださいじゃあ乾杯、開けていい、開けちゃいます。そうか、でも乾杯してない。開けて、乾杯する、リアルに、どっちから先、乾杯、缶開けてからじゃない、開けます。あ、でも皆さんも開けないといけないんだ。皆さんもじゃあ缶開けましょう。いくよ、もう飲んでる気がするけど、みんなは、あ、いい音、わあ、最高、いいね。はい、じゃあみんなで、じゃあ私乾杯温度取らせてもらいます。お願いします。いきます。みんなで美味しい一番絞りの会楽しみましょう。乾杯、乾杯、コツン、はい、嬉しい、いただきます。ああ、美味しい。もうね、打ち合わせ中全然何にも飲んでなかったから、うん、欲してたの。美味しい、うん、幸せだね。これさ、縁側でさ、ちょっとジメッとする中で冷えたビールをグイッと飲むのっていいよね。はあ、これが幸せです。大人になってよかった。そうだね、やっぱ夏に飲む一番絞りって最高、フレーズも最高ですけど、そうだね、飲んだら最高、うん、もう幸せです。皆さんも飲んでますか、一番絞り。飲んでくれてると思いますきっと、ね、美味しいね。あ、そうだ、コメント、
コメントね、南さんがね、でも分かった分かった、見る見るよ。南さん大丈夫かな、生配信の方がね、多分そっちの方がリアルタイムな。いっぱい来てる、いっぱい来てる。本当ですか、あ、よかった、マジ可愛すぎる。乾杯、りのちゃん乾杯。すごいんだけど、なんかすごいたくさんで、ちょっとフォローしきれないんだけど。どんなコメント来てます？すごい、なんかね、たくさん来てる。待ち受けにしようって言ってくれてるよ、さっきのスクショのやつ。嬉しい。おいすいって皆さんも飲んでいただいてると思います、一番搾りを。ほんとだ、あ、韓国の方も見てくださってる、すごい、いいね。乾杯。あ、すごいすごい、私がプロデュースしてるアイドルの子が書いてくれてます。嘘、なんて、浴衣可愛すぎる、最高です、乾杯。この子は大人なのでしっかり飲んでくれてます。ありがとう。いいね、いいね、ミリニア。そうか、みんなちゃんとね、写真まで投稿してくれて嬉しい ね。南さんのコメントも来てますよ、続々。嘘、なんて、悪口ない、大丈夫、悪口じゃない、悪口あったらすぐ教えて。萌えコメントじゃない、萌えコメント、ダサダサいワード。萌えコメント、言ってもらいたい言葉も。あ、なんだろう、まあ、鉄板のが多いかな。何何、花火と私どっちが綺麗とか。ちょっとそれ言っちゃうもん。花火と南どっちが綺麗？早い早い、まだですから。まだですよ、まだまだ、ね、いやもうなんかでも今年はさ、ビールをどう楽しもうって思ってる人もいるかもしれないから、こうやって、縁側で、まあ、リモートでもいいし、アクリル板越しでもいいし、ちょっと距離はあったとしても、心の距離はぐっと縮まるよね。本当にそうですね、距離があったとしても、やっぱりビールは最高だ。ああ、美味しい。もうこのまま止まってもいいんでしょ。本当に止まりそうだし。でも本当にもうこうやってこの時間だけなの、本当もったいない、寂しい。そうだね、なんか、あ、うまそうに飲むね、枝豆ウィズで一緒に楽しんでます。そうだね、後でね、おつまみも出てきますから。何の出てくるんだろう、嬉しい。私がおすすめのおつまみも今回ご用意しました。前回も最高でしたもん ね、ゆで卵ね。意外とゆで卵とビールが合うって分かったでしょ。初めて知って、前回、ね、それでしかもあの時のお塩もいただいたので、そうそう、家で試しました。あれいいよね、最高です。なんか最初あれ合うのかなって思ったけど、あ、こんなに合うんだって発見がありました。あの口の中がモソモソモソってなった時にビールをクククって飲むとすっごく美味しかったでしょ。美味しかった、もう一回食べたい。早く、いやもう夏だよ。夏です ね、もうだってもうすぐ8月じゃない。早い。夏といえば夏、なんだろう、なんかどんな夏過ごしてたかなって。素敵な思い出ありますか？やっぱりさ、夏祭りに学生の頃彼と行ったりしたのは覚えてる。それは、学生時代ってことですか？そう、大学生の時。わお、素敵。浴衣着るんですか？浴衣着たので、彼も浴衣で現れて、で私の地元のお祭りだったんだけど、ちょっと親戚とか家族とかいるからちょっと恥ずかしがりながら、あ、まあまあ仲良くしてる人ですみたいな感じで。彼とは言わないんだ。そうそうそう、彼氏とかっていうワードに親はちょっと敏感だから。あ、そっか、まだ紹介も。そうそう、あら、お友達とかって言われて、わ、ちょっと牽制されてた気がする。そうですね、彼はドキッとしたでしょうね。やばい。でもなんか花火見ながら、彼の方がちょっと年上だったから、彼はビールを飲んで、私も未成年ではなかったけども、でもなんかほら、なんか酔ったら恥ずかしいみたいなのが当時あって、まだ、だから彼はすごいビールを飲みながら花火を見上げてる彼の喉元をずっと見てた。やだ、素敵、めちゃめちゃいい思い出、ね、なんかゴクゴクってここがさ、はいはい、動きますもんね、喉元が。動くのがすごい色っぽいなと思って見てた。すっごいいい思い出喋ってくれましたね、大サービスですね。嬉しい。私はやっぱりその実はそのグループを卒業するまで、その好きな人との夏の思い出っていうワードが本当にほとんど、本当にこれアイドルサービストークじゃなくて本当にやっぱなかったので、あのグループの時代の話のメンバーとなんですけど、私はメンバーより、あのグループの後輩よりもすごい年が上だったので、先にコンサート終わりとかで夏でイエーイみたいなスタッフとビールを飲んだりしてたんですよ。でみんながいいな、いつかビールコンサート終わり飲んでみたいなって言ってたのを、だんだんメンバーが大人になっていくにつれて、どんどん加入してくるメンバーが増えて、で最初はビールは苦いとか言ってたメンバーが、うわっ
これこれって言ってるのを聞いてそう分かってくれたねやっとこっちだねっていうのすごく、うんね、大人になったねって思うよね。そうですよ、思いました。自分でも思うもん、ビール飲んでると私大人になったなって、うん、正直最初はなんかあれこんな味なんだ不思議な味って思ってたのが、うん、本当にあれなんでいつの間に美味しいのみたいな、うん、急に美味しくなりますよね。特に夏はね、うん、すっごい飲みたくなるよね。なんかあともう味わえないなっていうのがそのコンサート終わりのビールがもう私二度とできないから、うん、あそうだ、あの時本当にそれが気持ちよくって、うん、やっぱりコンサート後ってお水飲んでるけれどもそれでもやっぱ喉は渇いてるので、うんね、お疲れって言ってやるあれがすごく好きだったなって、うん、そうか、もうあのね高揚感とね、うん、ビールの組み合わせは良かったよねきっと。そうですよね。コメント来てる？来てますよ、読みますね、うん、あ、間違えた。何これどっち？それぐらいは分かっててください。最新、あ、出た出た。あ、トレンド入ってるそうです。トレンドが分からない？分かんない。みなみさん、みなみさん本当にインターネット知識があんまないからな。トレンドって何？日本でつぶやかれてる上位だとトレンドって言ってランキング形式で紹介してもらえるんです。それに入ってるそうです。すごいすごい、10万人視聴中って書いてあるよ。その多分ペリスコープが10万人見てくださってすごい。しかも他の国の人も見られるらしい、ペリスコープって。ちょっと緊張しちゃいますね。ねえ、みんなの飲んでるよって言ってくれてます。嬉しいね、こうやってこうつながってるのがまた嬉しい ね、 本当ね。生だとさ、前回はやっぱリモートで収録だったから、うん、皆さんの生の声を聞けなかったけど、ね、聞けるの嬉しいねえ。サシーちゃん自分のインスタグラムじゃなくてなんだっけ、ツイッターだっけ、はい、でもつぶやいてくれたんでしょ、今からやりますって。つぶやきました。でも本当にあのびっくりするぐらい自然に始まったじゃないですかこれ、うん、だからなんかあれ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 っていうままに私も投稿しちゃったから、ね、あれよあれよとね。すごいすごい嬉しい。なんか時代って変わったね。なんか南さんあんまり確かにそのツイッターとかのイメージ、うん、インスタ一時期 ね、 そうそう、ね、写真集の時ぐらいで、うん、やってたけど、あんまりですよね。そうなんだよ、ね、なんでですか、苦手？あんまり得意じゃないと思ってたけど、でもほら今リモートとかさ、なんか SNS の時代になってきたじゃない、うん、より一層、うんうんうん、だから私もやれないとか分かんないとか言ってる場合じゃないなと思って、うん、ちゃんと順応していかなきゃって思う時代に。すごい、うん、順応していってください。しよう、今日で覚えましたね、うん、ツイッターのコメントの読み方も、うんうん、ああじゃあコメント募集改めてしましょうか。そうですね、はい、これね、はい、あそうだこれだこれだ、ハッシュタグさっしーみなみと一番しぼり、こちらにツイートをお願いします、うん、お待ちしています。はい、ね、いっぱい送ってください。そうですね、見てますよ。今年の夏のビールの楽しみ方を教えてください。夏とビールとこれっていう何かがあればぜひつぶやいてください。ぺっちゃんさん、最初確かにビール苦いだけだったけど、はい、夏に冷えたのを飲むと急に美味しくなった気がする、うん、そうだね、夏に大人になるんだな味覚が。喉がすっきりするよね。何なんですかね、何だろうね。なんか味が濃いものをあれでなんかビールでこうなあの感じを流すのも好きだし、いい、ね、さっぱりしたのでもいけるのも好きだし。そうだね、もうおつまみが欲しいね。欲しい、うん、でもなんか今回お料理も投票式なのかな。私どうしてもねどうしても、あ、あ、あ、こういうこともあるね。生っぽいですね。生っぽい。なんかどうしても食べたいものがあったから、お、あの自分で投票しました。そっか、自分でも投票できるんだ。しました。そっかそっか。すごい近くを通ってる。なんだっけ、枝豆か唐揚げかみたいないろいろあるよね。そうですね。すごい近く。ちょっと通り過ぎるまでコメントじゃチェックしますね。そうだね、生ならではだね、うん、あんまりこういうことないですよね最近。一回止めますなるもんね。臨場感お楽しみいただければと思います。ちゃんと届けてますからねってことですね、うん、みなみちゃんネットわからないのかわいい、てへ。今ライブ配信なんだ、本当なんだってやっぱりびっくりしてます。そうだよ、生配信してますよ。ほら連休中だから見てくださってる方も多いかもしれませんね。だからかも、確かに確かに、だんだん暑くなってきたな。そうだね、なんかこうジメジメするけどようやく梅雨明けかな、どうかなっていう感じだね、うんうんうん、でも今年梅雨が長いね。
なんかでも私梅雨明け梅雨なのが嫌だなっていうのを吉住さんにバラエティの時ばりごめんなさいいいですかもう早速ダメって言われたのに早速人の名前に言ったけどいいよ吉住さんも固有名詞じゃないから言ったんですよ、うん、梅雨長くて嫌だな早く明けてほしいんですよねって言ったら何言ってんの明けたらすぐ真夏になっちゃうよってそうだね真夏が長いのもしんどいしってそうね確かにどうするたらいいのビールが美味しい季節だけどね確かにそれは嬉しいですね、うん、それは嬉しいねキンキンに冷やして飲みたいな、うん、サンシーちゃんお腹すいた段取りありますからでも私もお腹すいた今日は、ね、絶対に美味しいもの食べたかったから我慢したんですよ、うん、ねビールの楽しみ方教えてくれてるみんなあ焼き鳥をやりながら一番しぼりを堪能いいねいいですねいいね香ばしい系いいねうんうんうん、うん、あとは久しぶりに飲んだらコップより缶の方が美味しいでもねそれちょっとわかる私はいつも結構コップについちゃうんだけど私もコップ派でしたけどこうやって飲むと美味しい、うん、いいね、うん、あこれ普通に私めちゃめちゃ飲んじゃうけどいいのかな普通に開けちゃってもいいんですかねいいんじゃない用意あるのかないいんじゃないいいと思いますよでも私はちょっとおつまみまと確かに確かにそうですね、うん、他にはキリンさん1時間延長してください嬉しいです嬉しいね真っ暗になっちゃうんじゃない本当ですね夜通し飲みますね、うん、1時間と言わず2時間3時間と一生できますよすごいこれスクショしてくれたやつも送ってくれてるんだねそうですよ何でもこうやって送ってくれますあとはリンコさん、うん、実家でバーベキューしながらビールが一番最高あーいいね去年は、飲めなかったので今年は飲みたいあーいいいいいいバーベキューしたいバーベキューしたしてないです去年とかは実はでも意外と私インドア派かと思いきや、うん、バーベキューだけはなぜか毎年しかも主催で、メンバーと HKT メンバーを誘って、うん、みんなでやってましたそういう時はサシちゃん何担当なのそういう時は、最初は張り切って焼くんですけど、うん、だんだんやっぱ後輩の方が気が利くのであそっかそっか何もしなくなっちゃいました誰がさ準備が一番上手なのはなメンバーさんとかもいるの、うん、もうでもこの子に任せとけば大丈夫っていう最初は私が全部張り切ってやっちゃうので、うんうん、私が手動で動いてましたそっかやりますかバーベキューやんないやりましょうよ虫怖いんだよね虫がねすごい嫌いなの出ない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 本当に何にも出ない絶対に待ってそれは待って圧強すぎて意外と約束できないかも虫がすっごい怖いの怖くない全然ちっちゃい虫しか出ないですよぷよぷよぷよぐらいのそうねあとなんかほら食材を用意するのも大変じゃない、うん、荷物もたくさんになるし大変です私も飲み物担当で飲み物いっぱい買ってくるっていうだけのあでもそれでもありがたいかもまあ、飲み物すごい大事だよねだって普通に飲むしそこでセンスが問われるよね問われますそう一番しぼりを買っていくと高評価大大喜びみんな、うん、嬉しいねえサシちゃんお腹すいたじゃあ行きますかついに行きましょう、はい、じゃあ今回ですね配信前からツイッターで私たちに食べてほしいおつまみの投票を受け付けていたんですね、うんうん、それがこちらです今回はこの4品の中から投票数が最も多いものを食べていきますいいねザだねそう、枝豆食べたいですね食べたいそして唐揚げ、うん、そしてゴーヤチャンプルー、うん、そしてだし巻き卵うわ全部食べたいこれ全部食べられないのなんでなのか変に企画性出してきました全部食べさせてほしいけど1個1位だけそうなの南さん予想なんですかでもさそうなると枝豆ってなるじゃないでも私的には今ゴーヤーチャンプルーがすごく食べたいわけですよわかりますでも私唐揚げも食べたいしだし巻き卵も食べたいじゃあ全部じゃん全部だね全部食べたいけどでもやっぱでもゴーヤーチャンプルー季節だからうんゴーヤーチャンプルー食べたいです協力お願いしますもうでもね締め切っちゃってるんですよあ締め切ってるんだそうだから結果見れますすぐにそっかそっか OK もう出てるのはい結果見ましょう OK 第1位はこちらですあまだまだまだお今集計中だそうですよちなみに私が何投票したか言っていいですか何私は唐揚げ
ずっと言ってるよね。なんかちょくちょく唐揚げ唐揚げ言ってるからきっとそうだろうなと思ってた。ごめんなさい、もう本当正直言うと絶対唐揚げがいいです。まあね、今だとね、正直ちょっとお腹も空いてるし。そうそうそう、でも枝豆なんじゃないかな。まあ夏だからそれは正直なんか鉄板の組み合わせですもんね。ね、老若男女みんな好きだもん枝豆は、うん、じゃあ見ましょうか。見ましょう。いきます。結果第1位はこちらです。じゃ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 、まだ？あ、まだかな？唐揚げです。唐揚げだ。もう嬉しい。やったじゃん、サシーちゃん。好評の甲斐がありました。おお、嬉しい。うわ、美味しそう。きたきたきた、来ました、来ました。じゃじゃじゃーん。なに、好評してくださった皆さんありがとうございます。ありがとうございます。唐揚げになりました。唐揚げ来たね。来ましたね。しかもさ、なんかさ、いろんな種類の唐揚げじゃない？ほんとだ。なんだこれ、なにこれ、2種類竜田揚げ風なのとさ、おいしそう。食べていいの？食べていいのかな。食べていい？じゃあいただきます。はい食べましょう。いただきます。いただきます。どっち行こうかな。これは辛いの？投票してくれた人たち。そうかも、確かに。やっぱりなんだかんだでこうやって組み合わせて飲むと、うん、やっぱ唐揚げ最強、ね、唐揚げビールが最高すぎる。前回もさ、餃子出たけどさ、うん、やっぱちょっとこう油物とビールの相性はめちゃくちゃいいね、うんうんうん、間違いなく。美味しい美味しい美味しい。美味しすぎます。普通に食べちゃう、いいのかな。いいよゴーヤチャンプル食べたいな。スタッフさん圧が来てますよ。めちゃくちゃわがまま。コメント来てる。ちょっと私がコメント読むよ。じゃあ私も見ちゃおう。ペリスコープ、鉄板やな。片思いの唐揚げ、うんうんうん、大分。塩つけて食べたいね。大分、うん、ねね、うん、塩つける、レモンかける。私は、うん、レモン。レモン、はい、いいね。カボスじゃないの？カボスも昔はカボスだったんですけど、うん、東京に来てなんでカボスじゃないんだろうってびっくりしたんですよ。そうなんだ、うん、それだけもカボスが九州では一般的なんだ、うん、なんかでもさ、カボス高いよね。高いですね、うん、あ、大好きな二人、嬉しい嬉しい。女性として憧れる。来年就活の年ですが、サッシーとみなみちゃんみたいに働いてるかっこいい素敵な女性になりたい。嬉しい嬉しいね。今就活もいろいろ大変だろうからね、うん、息抜きになればいいなと思います、この配信がね。うん、これもう分かんなくなっちゃうや。もう一品。あ、もう一品いいんだって。やった、何来るかな。ゴーヤチャンプルじゃないの？え、なんだろう、散々言ってたから。じゃあもう一品。はい、あ、好きなのいいんですか。じゃあもう好きなのいいの。うん、あねえ、好きなのいいって言っておきながら卵をすごい指差してくる。わかりました、だし巻き卵も食べたいです。面白すぎる。食べたいですよ。そうしましょう。じゃあだし巻き卵をいただきましょう、はい、ください。だし巻きをください。あ、大丈夫そうです今。でもこのだし巻き、ただのだし巻きじゃなくて何かが入ってるだし巻きだよ。置いといてください。ありがとうございます。唐揚げ置いたまんま。なんだろう、わーい、なんか入ってるよね。なんだろう、んなんだ。ちなみにね、今トレンドむっちゃ上がってるらしいですよ。トレンド、はい、ランキング。みなみさん、そう、ランキング言います。ん、どうですか。あ、うん、なんかシャキシャキしてる。ん、なんだ、エビとか入ってる。え、なんだろう。うん、美味しいですか。美味しい。お好み焼きの味がする。うん、ほんとだ。うん、
昔付き合った人にさ、食べ物を食べ物で例えないでって怒られたなって思い出しちゃった今。やだ、なんかすごいセンチメンタル。そう、卵焼き食べてお好み焼きの味がするとかって言うとさ、食べ物を食べ物で例えるなって怒られたな。私全く同じことフットボールアワーの後藤さんに言われました。わー、卵も美味しい。てか結局やっぱ和食も合いますね、うん、ビール。そうだね、なんかこのプリプリな食感がたまらないよ。ほんとだ、エビ入ってる。エビだよね、うん、うん。みんなは何食べてますかね。もうすぐお夕飯っていう方もいるかもね。先にちょっとビール飲んでますっていう人もいるかもね。うん、うん、おいしい。あ、ここで、そうだ、ハッシュタグどんぐらいいってるんでしょう。3000件以上でプレゼント、見てくださいね。はい、現在のハッシュタグ数がこちら1843件。おー、すごい、いけるかな3000件。ダッシュで皆さんが書き込めば。そうですね、あとだって30分だから、うん、まあ、いけるいける。そうですね、それで1年分の一番絞りが、そうですよ、プレゼントされるわけですからね。みんないっぱい書かないと、うん、でもペリスコープでコメントしてくださってる方もいると思うから。分かった。え、でもさ、ペリスコープってさ、ハッシュタグあるの？ないんです、カウントされないです。うん、そうだよね、うん、